えみこです。さずきです。アラサーの希望デカモニです。はい、はい、今回はミスコンメイクをしながらミスコンあるあるについてお話ししようと思ってます。はい、っていうのも私たちね、2人ともミスコンの県代表なんですよね。うん、そうなんですよ。はい。はい、私は、ミスユニバース2015の兵庫代表で、私はミススプラナショナルの2018の和歌山代表です。はい。ということでね、はい、今日は、メイクをやろうと思うんですけど、はい、今、ベースメイクをしただけの状態で、うん、はい。そっからね、こっからが一番ミスコンメイクが変わっていくので、ちょっとみんなにシェアしていけたらなと思います。はい。はい。じゃあ、どんどんやっていきましょう。やっていきましょう。私は、とりあえず先にまずシェーディングする派。シェーディングはこれです。セザンヌのミックスカラーチーク20番です。あ、ちなみに、なんせミスコンめっちゃ前なので、若干今の自己流も入ってるような。うん、入ってる。今の私ならミスコン香水みたいなのも入ってるので、ご了承ください、うん。はい。そう。しかもなんか結構、その時に使ってたメイク用品とかも、もう捨ててたり、うん、腐ってるやろって。そうそうそう、するから、なんかもう最近のメイクにちょっと近いかもね。はい、私はアイシャドウからします、はい、なんかもうプチプラでやってるんで、うん、このエクセル、エクセルマジでいい。そう、これ発色がすごくいいので、うん、濃さが大事なんでこれでやっていきます。とりあえずこの顎の下をねひたすらに削るとです。この時はやるやるやる。そう、あとここもしっかりと塗ります。で、ミスコンメイクの特徴ってないと思う。私の中でのミスコンメイクの特徴はマジ意志が強い女性に見えるかどうかみたいな、うん、芯のある女性に見えるかどうかっていうのがポイントやと思うんですけど、うん、猫ちゃんどういうとこを切る？なんかもう私もそうやな。とにかくまあ、自分の個性を出さなあかんねんけど、うんうん、その前に目立たないといけないっていうのがあって、強い女性、うん、可愛かったらダメみたいな感じ、うんうん、かる。だからその今流行りの涙袋とか、うん、そんなんはもう NG やな。そう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 。チークシュールマラです。次マック、マックじゃない嘘、めっちゃ嘘出た。ディオールのスキンフォーエバークチュールルミナイダーゼロ2番使います。なんかポイント言ってないけど大丈夫ね。ほんまや、何重にも重ねてグラデーションにしていくって感じでやってます。私はハイライトを普段は面長やからこう逆シーみたいなやつほうれい線隠すんですけど、大会やからもうとりあえずこの光が当たるとこに入れて、あとこの目のところ、うんうん、この鼻下の唇の上入れました。で、私はちょっと逆算していこうタイプなので先にリップ塗ります。なるほどね、うん、そう、メイクもなんか結構さ人によってやる順番違うやんか。全然違う。そう、私は後からこの光をって入れるタイプ。リップはピースのツルーモーメントです。また大会の時とかは、うん、なんかこの間壁にやっぱついちゃうから、うんうん、綿棒で一回シュッてしてると、 あとここをこういう細いフリとかで口角を私は描いてた。何してなくても笑ってるように見えるようにこうやってこうキュッていけるかな、キュッて横に入れてちょっと上がってるように見せてた。やりすぎたら口先女みたいな。確かに。そうそう、でちょっとここ削ってみたいな。こうなんかアイシャドウはこれも人によってやり方違う。私ここなんかくの字にしてどんどんグラデーションにしていけって習いました。ノードシャドウセですか。うん、その時若いから結構カラコンとかもつけとってんけど、うん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 、カラコンとかもなるべくない方がいい。あ、そうやな。待ってよな。眉毛いきます。眉毛は百均のダイソーのピュアグラムのアイブロウパウダー2番です。眉毛も目もなんですけど、私もともと釣り目なのでなんか全部こういう釣りタイプにしていきます。釣りタイプなんて言いますか。釣り上がる、上にそう釣り上がるタイプにしていきます。じゃあ私はビューラーを1回しておきます。眉毛もなんか、うん、濃く描くやんな。濃く描くよ。
めっちゃ濃く濃く、これでもさ、シャーベル薄いよなって思わん、うん、思う。なんかな、病気やと思う、なんかある種の化粧濃いの依存症みたいな、うん、不安になってた私も眉毛いきます。ちょっとミスコの時はこれじゃなくてもっと濃いの使ってたんですけど、今はセザンヌを使ってます。私はもともと眉毛が濃いので、それに沿ってゴリゴリ色を入れてゴリゴリ色を入れていきます。なんかとにかく眉毛もさ太くって感じ。あ、こっちうまくいった。そうそうそう、ここを釣り上がらせたらね、こっち下がっちゃった。え、そう、眉毛ってなかなかさ均等にかかれへんかな、うん、こういうなんか強い系でいきたいんすよ ね。眉毛がだんだん事故になってきた。え、なんかさ眉毛ってマジでさやばない？やばい、コンメイクのやばい。私は次アイシャドウいきます。アイシャドウはこれ使います。なんて読むんやろ、なんかよく分かれへん。フィレンツェ。あ、見たことある。なんか、うん、なんかいろんな色が、うん、これ使います。このいっぱいめっちゃ色あるんですけど、とりあえずアイホールにこの濃い色を塗っていきます。私アイライン引くの忘れてた。アイライン引きます。アイラインは黒で、はい、これは細いやつなんですけど、ちょっとアイライン引くのが苦手なんで細いやつでちょっとずつ描いていきます。で、アイシャドウのポイントとしては、もうマジでこう。そうそうそう。なんていうの？何型ってやん。なんか、この、こっちは2、こっちは空みたいな感じで、なんか、涙型みたいな感じで、そうそう。こうやって入れてます。ちなみに涙袋もいらないので、ここ全部囲っていきます。なんか、Eラインとかこう入れた方がいいんですけど、私これ入れるの嫌いなんです。なんか目に入りそうで怖くて。だからもう今はやってないで、久しぶりにやるんでできるかわからないです。怖いよな。怖い。なんかこの眉毛の下にもハイライトを入れたいので、私は白いアイシャドウを入れます。そうで、私はここから光を落とします。こんな感じに、はい、これはマックのストロボクリーム。うーん、使ってた。そう、なんかこれ下地に、下地と一緒に塗るとか、なんか上から塗ってもいいって。上から塗ってもいいんや、それ。なんか、え、そうそう。え、でもこれだけはちょっと薄いから、うん、これとなんか粉のやつと両方。マジで光が大事よね。そう、めっちゃ光つけます。これをこのおでこ、うんうんうん、とこの T の字のとこと、ここかずきちゃんさっき言ってた、うんうん、ここの大事、ここ大事。この目のちょっと上らへん、この濃いのが目立つように、うん、あ、そうそう、ここのラインめっちゃ大事よな。そうそう、ここに白いの塗りますとか言ってさ、塗ってたっけ。どうやろう、怖っ。私はライン引いていきます。あ、ラインは K パレットのワンデータツーです。黒のライン引くとか久しぶり。久しぶり。だってもう最近黒のラインなんか引かへんもんな。とにかくまつげの間埋めて、ラインはこう三角にしてます。粘膜もしっかり引いてます。よし、じゃあシェーディング、シェーディング、ちょっと鼻の高さを出すために、あ、これ私、これはキャンメイクなんですけど、ちょっとこの辺にピュンピュンって引いて、こういうのを引いて鼻の高さを出します。こっち下にも、うん、前の時と黒使ってたからさ、アイシャドウ、うんうんうん、そうやんな。なんか薄く見える。よし、で私も顔を削っていきます。はい。で、ちょっとシェーディングのこいつは置いといて、私はチーク、チーク。これはマックのチークを使います。うん、ミスコンといえばみたいな色やな。そう、こういう色。ピンクのチークとかはマジで使わなかったですね。そう、なんかもうベージュっぽい、うん、感じのね。なんかさ、それもよれへん。そのユニバースとか、うん、スプラとかはこういうなんていうの、あのザ・東南アジアみたいなメイクが多いけど、うんうんうん、インターナショナルとか、あのそれこそミス日本とかはもうちょっと、ちょっと日本よりのメイクが、うん、そう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 、受けるみたいな。全部が全部そのなんかこの同じメイクしたからといって通るわけではないな。ないよ、ない。なんか下にもラインを薄く描き足しました。ここなんかちょっとはみ出したよ、うん、
てないとつけまとかするからさ、そうそうそう、目が下だけなんか薄くなるもの、そう、上だけなんか大きくなる、下まぶたの描き方忘れてるから、私も下なんか描けなさすぎて、でもカズキめっちゃもうミスコン顔じゃない、うん、ミスコン顔なあ、綺麗、いやいや、ありがとうございます。でもなんかいかにしてなんかこの人についていきたいって思ってもらえるかっていうさ、メイクをしなきゃいけないなって、うん、なんかミスコンってよくなんか可愛かったり綺麗やったりしたら出れるでしょって言われるんですけど、違うな、マジで違う、うん、あ、そう、私言ってなかったけど、はい、これハイライト、これどこのクリオちゃん、あ、そう、クリオ、クリオのハイライトで、もうこれめっちゃキラキラになるので、うん、とにかく光らせたいところをわーって塗りました。まあ、さっきと大体同じかな、こことか、はい、はい、なんか眉毛がさ、ここまでいったら薄く感じるので、うん、私は最後にもう一回眉毛を出します。大体完成、大体完成、つけまつげ大先生をつけたじゃない、リップ塗ろう、リップ、これはね、これはね、全然最近のやつなんですけど、最近買ったやつなんですけど、レブロンのちょっとベージュっぽいやつです。うん、なんか私の年とその前の年ぐらいは、うん、めっちゃ赤リップみたいな感じだったんけど、うん、そう、これ私の数年後、うん、これなんかベージュの方がいいって言われて、でもなんか最近みんな赤リップつけてる人少ない感じがする、少ない、でそう、みんながみんな赤似合うわけじゃないってな、そうそう、でちょっと待ってみました、うん、けど私顔が茶色いからな、これ塗っても目立たへんの、なんかさ、うん、ピンクか赤はそれに混ぜたら綺麗なんじゃ、オレンジとか、そうやな、本当にこれ赤が浮きすぎるのでちょっと足します、ラム&のぬかざみを足してみたいと思います。私はこれ、オーブの何タイムレスカラーリップ1番です。普段との違いこんな感じです、出したいような写真出せる、ほんまやな、皆さん私らにあるんやったら、ほんまやな、じゃああとはもうミスコンといえばのつけまですね、はい、つけまですね、あれ私どこやって、あ、うん、私は D アップの805番です。私はそう、つけまもね全部処分してたのでこれちょっと買ってきました、ダイソーのミシェスイート、はい、なんかダイソーでも今こんなにめっちゃナチュラル、そうナチュラルでそうつきやすそうなのがあるんだなって思って、多分これは本来着るべきだと思うんですけど、うん、めんどくさいので私はこのままでいきます、うん、私もそのままでいきます、も私はちょっと横幅を長めに目を見せたいから、うんうん、なんかこの長い、あ、まつげもね、そう、ちょうどいい、でつけまのりのポイントは目頭からはだいぶ上目に塗って、目尻は下目に塗る、私はね、へえ。なんか目頭ここまで上行ったらさ、なんか明らかに目尻パッパッてなる、そう、だからなじませるために、なるほどね、私はそのアイプチののりが取れにくいって聞いたので結構アイプチののり使ったりしてます。でもさ、まずつけまでさ、うん、あのメイクのあれ変わるよな、変わる、つけまけどうまくいったとかでだいぶさテンション変わってたなっていうのを思い出すわ、そう、端っこはね、よくなって、でもミスコンの時とか色白いのめっちゃ嫌やって、うん、なんか膨張して見えるのと、やっぱりどんだけ鍛えても引き締めて、あ、うんうんうん、見えんやん、うん、で、あとなんか健康的にはやっぱり見えない、うん、からなんかその私はその時知らんかったんけど、あの、うん、タンニングローション塗ってる子とかもいた、あー、いる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 、なんかその時にそういう存在を知って、うん、塗っとけばよかったなっていうのはめっちゃ思った、確かに私にはない悩みやななんかどんだけ鍛えてもやっぱりブヨブヨに見えちゃうよ、うんうんうん、ちっちゃいし、うん、それちっちゃいしっていうのも分かる、そうそうそう、どっちかがいけてたらいけてたんやろうけど、うん、両方あったから結構それがコンプレックスでしたね、確かに確かに、タンニングローション塗ってた子もいるし、なんかヒサロ行ってた子もいた、いやな、うん、なんか黒い方がやっぱ良かったなっていうのがある、そう、え、だからそうや、私もミスコンに出てる時だけ本当に黒くて良かったなって思ったで、つけまがつけれたら、うん、
今日はもう一回私はLINE の微調整をします。 LINE が短すぎた。短すぎた。似てるかな。なんかマジで見ない。はい、完成しました。完成しました。でもなやっぱ初め動画これ始まった時よりだいぶ濃い顔やった。濃いよな。多分ミスコンやったら、うん、これここなんていうの、ここら辺でくくってる絶対。くくってる、くくってる、アップで。そう、強そうに、強そうに、もう全部をそう釣り上げてましたね。私もこうめっちゃデコ出して、うん、ちょっと今ショートやけど。やってた。あとなんか上げみたいな。もう私が出た時ボブボブなんていうの、うん、肩ぐらいやってんけど、あ、うんうん、その時は全部オールバックにしてました。うん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 。そうやな。こんな感じで強そうな。こんなで。はい、出ておりました。はい、まね、今から日本大会とか地方大会の時期やと思うし。まあね、夏出られる方の何か参考にでもなればと思います。なるかな。わ、はい、からん。けどまあ、なんやろ、とりあえず自分を強く見せるような、うん、自立した女性みたいなメイクが、うん、ミスコンメイクだと思います、はい、はい、ということで、今回の動画を楽しんでいただけましたか。はい、皆さん、はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、シェア、よろしくお願いします。じゃあね、じゃあね、バイバイ。